SBS ラジオ鉄崎幹人のわさびポッドキャスト専用特別プログラム、堀葵の掘り出しトーク、イエーイ、30回迎えました。本編では深く掘り下げなかった話題などをゆるーく自ら掘り出してお届けするコーナーです。今日は30回目、30回目も掘って掘って掘りまくるぞこのポッドキャストではですね、10回記念ごとにゲストの方をお呼びしておりまして、前回29回目の収録の時には特に何も考えてなかった、そういえば次回30回じゃんということになりましたが、ここでゲストを呼べるのがこの堀葵の掘り出しトークの凄さ、ありがとうございます。ということでスペシャルゲストをお迎えしています。毎週月曜日から木曜日午後1時から放送している SBS ラジオ午後ボラ系パーソナリティ、そして静岡モンドセレクションのパーソナリティでもあります山田モンドさんです。どこがスペシャルゲストやねん。すごい、そこ歩いてたからでしょ。とうとうタレントさん来た。違うわ、ほってほってじゃないのよこれ発案モンドさんですけどね。そうですけども、はい、いやよろしくお願いします。嬉しい、お願いします。嬉しい、掘り出しトークこれ、嬉しい。もうほんと普段、私の聞いたことありますか、あれはさ、なんかアナウンサーと喋ってるのが聞いたことある。そうそうそう、そうなんですけども、あまりにもなんかゆるすぎて、なんかこんな番組にタレントさんを呼んでいいのかという心配事があったぐらいなんですけど、いやモンドだったらいいやぐらいな感覚で、タニーさんが何を隠す、お友達ですからね、モンドさんと。そう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 、はい、だからタニーさんの力に任せて。いやだって明日行けんだって言ってああもういいよって。あ、そんなに即決まったんだ。そう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 、行く行く、はい、堀ちゃんの番組だったら行く行くって。やったー、ありがとうございます。お願いします。はい、もう私とモンドさんが揃ったということは、もう差しのいい方は気づいていらっしゃるかもしれません。この話しかないでしょう。バスケットよいしょ。ありがとうございます。今回はちょっとマニアックな回になりそうです。はい、僕らまあ一緒に観戦もね、した経験もありますしね、バスケ好きだもんね。ですよ。いやでも本当に堀ちゃんが SBS ラジオに来る前までは、俺しかバスケ好きいなかったから。そっか、そう、すっごい嬉しいの。今日なんか僕午後ばらけ聞いてて、なんかバスケ好きな方からメッセージもらって、はいはい、来てました。 SBS ラジオはバスケ好きが多いですからって言われてませんでした。俺らしかいない。そう私たちしかいない、ロニさんも感染、ロニさんもね、スポーツ全般行ってらっしゃいますけど、そうね、Netflixとかね、見たりするけどね、はい、そうなんですよ。というわけで、そうだから私もその会社でバスケの話したいって思ったら、とりあえず11時くらいにモンドさんのところ行って、来るよね、なんかいい試合があった、次の人が来るよね、聞いてくださいよ、この間これこれでって言って。待って、これさ、みんな堀ちゃんのファンは知ってるかもしれませんけども、そうなの、もともとバスケ好きのきっかけは、私青森ワッツで、ワッツをそれアナウンサーとして取材して、はい、全然、え、アナウンサーとして取材に行ったことはないですから、もちろん青森ワッツは選手との面識も一切ないし、ほう、私分かった、ん、付き合ってたと、付き合ってないわ、そうですよね、そうですね、もう一切ないです、本当に、そういうのは、もう勝手に激ファンで、でそれこそ青森放送のラジオに、ワッツの選手が来るってなった時に、覗きにおいでよって言われたんですけど、緊張しすぎて行けなくて、好きすぎてうわー、それぐらい行けなくて、ラジオブースがちょっと見えるエレベーターホールの前からこうやって背伸びして覗いてたんです。一ファンだね。めちゃくちゃ気持ち悪いですよね一ファンだねそう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 、へえ、そんなこともありました。自分やってないわけでしょ、バスケは。そうなんです、競技経験もなくて、もう私運動音痴なんで。小学校からずっとバスケだったから、もう今も、今もね、たまにね、やってるんですよね、遊んだりしてやってる。えー、すごい、大好き、羨ましい。だからその経験してくればよかったって思ったんですけど。あ、まあね、まあでも今でもやればいいじゃん。え、運動神経はいいの？悪い、悪い、めっちゃ悪いんだ、はい、でもやっぱバスケ見て、他のいろんなスポーツあるけども、バスケがいいと思ったもん、いや思いますね、だってかっこいいじゃないですか。いや確かにそれ、あのね、なんかドリブルつく音、それバッシュのキュッキュってやつ、それそれ、ネットにザシュって入る音、ね、バスケトークって言ってね、浅いな確かに音から、まあでもそうだよね、かっこいいからね、なんかドキドキしちゃうんですよね、あれ見て聞いてると。 あとやっぱ僕は経験者だから、はい、やっぱ全バスケット選手に対してもうリスペクトがある。そうですよね。え、好きな選手とか聞きたいんですけど。え、 B リーガーね。 B リーガーしか私はちょっと分かんないです、ごめんなさい。 B リーガー、 日本のリーグだね、はい、B リーガーで一番好きな選手、今、
うわ迷うけども一押し一押し迷うけども、はい、僕にそのなんかポイントガードとか、うん、ダンクとか決めるとかそういう選手よりも、うん、やっぱりスリーポイントを打つシューターが好きなんだよ。シューティングガードってやつですか。そう、わだからまあちょっと一個世代前だけども、はい、やっぱ金丸浩介。おお、三遠にいらっしゃいますね。三遠ネオフェニックス元日本代表。いや元日本代表、はい、前は愛しにいましたけども、うん、金丸浩介のあのスリーポイントガンガン入れてでも無表情みたいな。あかっこいいかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。クールな人いいですよね。スタッフキョトンでかいのよ、うん、俺一回新幹線で後ろになって金丸選手のでかー、はあ、めちゃくちゃかっこよかったね。私あの三遠の試合も今年は3回、うん、4回かな、はいはい、やってるんですけど、うん、金丸選手見てふーって思ってました。かっこいいよね、うん、普通さスリーポイント入れたらさもうガッツポーズじゃん、うん、言うし俺はでもイエーイってなるけども何も言わずにスーって帰ってくる、はい、いやだって今すごいところ決めてますよっていう、あれがクールだ素敵だな。そうなんだ。でやっぱ元祖シューターで、はいはい、あのバスケットごめんねあれあのうるさかったら切ってね、B リーガーってさ、はい、年俸を公開してないんですよ、うん、J リーグもしてないけどもあのおおよその予想出るじゃん、ね、はい、でプロ野球はしてるけど、はい、で B リーグも最近予想年俸みたいなのが出てきて、うん、で、何年前かな5年前ぐらいに1億円超えたぞっていうのが富樫勇樹選手なんですよね。そう、うんうんうん、でその次に超えたって言われてるのが金丸浩介選手。あ、そうなんですか。へえ。そうなのよ。だからなんかそこもかっこいいなっていう。バスケットでボールをカゴに入れて1億円もらえるってすごいなと思って。かっこいい。本当かっこいい。私この間三遠の取材に行ったんですよ。あ、いいじゃん仕事で行けるの。そうなんです。でそれで会見も、うん、あの参加してきたんですけど、うん、会見場でこうあの選手たちがクールダウンしながら、うん、はいはい、その辺うろうろしてるんですよ、うん、って本当は思ってたけど、どんな息してた本当はなんか、うん、思ってたけど、うん、すっごい真面目な顔して、うん、そこまで興味ないですみたいなすごくこうクールぶってなんか椅子に姿勢よく座って会見聞いてました。あ、じゃあもしかしたら金丸選手もめっちゃガッツポーズしてるかもね心の中でね。うん、そうであってほしい。クールぶってるのかもしれない同じ人間であってほしい。そうだね、そうだね。B リーガーだと誰ですか。いるし、その外国籍の選手も、うん、これね、堀ちゃんがすごいのは、はい、外国籍の選手もなんていうの、ちゃんとこうカバーして、はい、愛してるところがすごい。いやなんかあの なんていうんですかね、こうやっぱり自分とかけ離れてる人、うんうん、私運動音痴だし身長も低いし、はいはい、その運動もできないし、うん、2回言っちゃった、うん、同じだったねなんですけど身長が高くて、うん、こう大きな男性方がこうぶつかり合ってるわけじゃないですかバスケって別にそれラグビーでも同じでしょそうそう、だからラグビーとかも同じ気持ちになると思うんですけど、まあまあ そういう選手がなんかこう強そうで屈強な選手たちが、うん、こう可愛い表情を見せた時のギャップに結構やられちゃうんですよ。なんかこれよく堀ちゃんが、うん、小野さんあの選手可愛いのよってそうゴリゴリのマッチョ選手のことを言ったりする。そうそれが好きなポイントなんだ。ジェフ・ギブス選手とか、はいはいはい、今渋谷にいますけど、めちゃくちゃもう本当いい、ね、なんかトラックみたいな選手なんですよ、うん、本当にあれはぶつかったら交通事故だって。いや本当そうだよ、本当そうだよ、ような重量感のある選手なんですけど、うんうん、笑った顔が可愛すぎて、なんか本当におかし頭のおかしなことなんですけど、うん、こう一回もし道端でジェフ・ギブス選手に会っちゃったらどうしようかなって想像した。大喜利みたいなことで自分でやってんの。じゃ写真を撮ってほしいなって、あのスマイル・ギブちゃんと一緒に写真を撮りたいなって思ったけど、でも私英語得意じゃないので、うん、そういう時ってなんて話しかければいいのかなってこうなんか、うん、頭の中で想像しながら出勤したりとかしてました。すごいね。え、ギブス今渋谷？渋谷です。渋谷。そっか、はい、一回 B2 行ったりもしてるんだよね。 B2 の、長崎にいて、で長崎が B1 に今年昇格して、その時点ではそうスタッフだったんですけど、うん、そこから途中で渋谷に移籍して、宇都宮時代優勝も経験してるもんね。そうですよ。すごい選手よ。そのギブス選手が、うん、あの長崎の、コーチ、はい、あのスタッフから、うん、渋谷に移籍した、うん、
次の日が渋谷対長崎だったんですよ。うわ、そうなんだ。その試合見に行ってますから私。すごいね。現地で、はい、長崎勝ってる。勝ちましたね。はい、まあ、渋谷は今シーズンちょっと出だし悪かったからな。今またちょっと調子取り戻してますけどもね、うん、私も長崎に好きな選手めちゃくちゃいるんですけど、誰誰誰誰、あとマット・ボンズ選手。マット・ボンズね、もうかわいい、はい、マット・ボンズ、マット・ボンズ、マット・ボンズかわいいっていう、うん、かわいい、なんか砂鉄みたいな髪型してる。わかるわかる、外国人の方独特のね、あるよね。でもすっごくイケメンなんですよ、はい、顔が整ってる、はいはいはい、であと松本健二リオン選手、はい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 、あ、長崎、そっか、いい、私長崎好きで、あ、そう、こう当たり強くてスピーディーなのに、うん、こう結構団結力がある感じ、うんうん、長崎もだって B3 からガーって勢いで上がってきたチームだもんね。僕はさ、三遠ネオフェニックスのさ MC やってたから、はい、やっぱ三遠が B1 のこと好きなんだけど、三遠だと今俺さっき金丸コースがあげたけど、はい、誰か好きでもコティクラーク選手。コティクラークね。なんかでっかいゴリゴリ好きだな。ゴリゴリが好きなんです私。コティクラーク選手って三遠でも一番点取ってリバウンドも取ってる選手、うん、でゴリゴリの、ね、黒人選手ですね。であと佐々木選手、ポイントガードの佐々木選手ね。だから勢いがあって当たり強い人結構好きなんですよ。あ、そうなんだ。見ててこう気持ちがいいというか。そうなんだ。サーディーラベナ選手は、サーディーラベナ大好き。この間見に行った時に、なんかこんな話してていいの、みんなついてきてね、検索してね、うん、サーディーラベナ選手、うん、この間見てたんですよ、うん、その私試合見てたら、はい、サーディーラベナ選手が、うん、個人のファールを4つもらっちゃって、はいはい、5つで退場になっちゃうので1回下げられたんですよ、うん、ベンチに、うん、そしたらゴムバンドを使って、うん、こう足をこう開いたり閉じたりする、はいはい、トレーニングを始めて、うん、始めたと思ったら3回足開いたぐらいでゴムがパチンって弾けて、でやっぱもう筋肉がもうねモリモリじゃないですか、モリモリの選手なの。でこれ今皆さん、どんな選手かなって想像してて、黒人の大きい選手かなと想像してるかもしれませんけど、実はサーディラベン選手はフィリピン人で、フィリピン出身の選手 で背もそんな高くないんですよ、はい、なのにマッチョで、もう持ち前の運動神経でダンクもできちゃうっていう跳躍力を持ってるすごい選手。これはね、実は三遠地域、まあ、浜松も含めて、フィリピンの方多いんですよ、全国的に見ても、うん、あ、そうなんだ。だからフィリピンってね、バスケが国技なの、はい、もうめちゃくちゃ強くはないんだけども、みんなバスケ大好きっていう人が揃ってるから、じゃあフィリピンの選手を日本に呼んでくれば、はい、その三遠地域のフィリピン人のファンも来るだろうっていう思惑で最初取ってんだけど、そっから日本に来てからぐいぐい成長して、今度お兄ちゃんも来ちゃって、おー、キーファーラベ ラベナで、実はサーディよりもキーファーの方がすごいっていうね、らしいですよね。生で見たことないけど、そういう選手、サーディラベナ選手はだからタイムアウト取って、その選手たちがこう集まってヘッドコーチの話を聞いて、監督の話を聞いて相談し合ってる時に、うん、その音楽、会場にかかってる音楽に乗りながらこう、うん、ゴムバンドで 1,2,1 ってやってて、それはかわいい、かわいいじゃないですか。もうみんな選手の話飽きてるからさ。そうですね、バスケット、うん、じゃあ今はもうシーズンは加工に入ってて、はい、今度は、プレーオフ入ってきますけども、うん、その辺はどういう風に見てるんですか。プレーオフですか。でも私 B2 がメインで見てるので、そうか、その青森ワッツ B2 の話でしょ、が始まったから、うん、で B2 の、 その青森ワッツと、うん、あと静岡ベルテックス、ベルテックス静岡、うん、これバスケットって、うん、まあ、野球サッカーとちょっと違って国内を3リーグに分けてるんですよ。東、真ん中、西って分けてて、うん、でその3リーグの上位2チームはもうそのまんまプレーオフに上がれますよと。で、全部ガッチャンコした後のだから上位2チームだから6チームね、7、8チームがワイルドカードって言ってその後参加できるよってことなんだよね、うん、はいはい、でそれをトーナメントでやるんだよね。そうです。でワッツは今どこにいるの。ワッツは B1 が3チームに分かれてますけど、はい、B2 は2チーム、東の2チーム、東の今3位かな、東の3位、うん、だからワイルドカードじゃないや、プレーオフはもういける、いけるラインです、うん、今のところは。そっかそっか、はい、でベルテックス静岡が今ワイルドカードを争ってるところ、争ってるところだね。これいってほしいですね。これでも今収録してる時点では、うん、いけそうなんだけど、この後確か強いチーム戦うんじゃないか。そうなんですよ、まあ、この土日で奈良と戦って、あ、そうだ、で奈良は今ベルテックスよりもランキングが低いはずなので、うん、そこはもうぜひ勝っていただきたいんですけど、うん、その次とその次が、うん、あのね、
東と西の1位のチームが対戦相手のはずです。そこでちょっと勝率落としてしまうとワイルドカードわからないという。そうなんですよね。これ厳しい戦いになってきますけど、諦めたくないすごい力強い姫で全然諦めたくない。楽しみですね。いやだって B2 に上がって、もう今年が初めての B2 なわけじゃないですか、ベルテックスにとっては。 そうね、そのままプレーオフ出たらそれはすごいですよ。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。まあ、B1 ライセンスないにしろ、いいとこまで行ってほしいですね。そう、このままね静岡が優勝したとしても B1 に上がることはできないんですけれども。そうよね。でもこうがっつり爪痕残してほしいですよね、静岡のバスケっていうのをこう知らしめたい。本当だね、あとは2026年からバスケガラッと変わるからね、この辺また話し始めると複雑なんですけど。そうだね、あまりにも複雑。これまでわさびで話してよ、プレミアリーグの話。プレミアリーグ、あれもなんか難しくて、私もなんか分かった気になってるけど合ってんのかなっていうぐらいですよ。難しくないですか。いや難しいけど、大体その感覚でいいと思うよ、もうね、要は、会場とお金と集客さえあれば、ずっと、一部リーグに入れるっていうね、話だけどね。はい、俺楽しみだわ。だからアリーナ作ってほしい。そうそうそう、アリーナがないとそれは実現できなかったりするからね、でもさ、俺さ小学校1年の時に J リーグ開幕でさ、J リーグの全盛期って見てきてんの。おお、なるほど。もう日本中が J リーグって時だったのよ。バスケットってそれないじゃん、それがもしかしたらプレミアリーグができたら、もしかしたらそれがあるかもしれないっていう、ね、お金の使い方とかもさ、でちょうどね私今あの、他局の話になっちゃうんですけど、ブザービートっていうフジ系列のドラマがあったじゃないですか。懐かしいね。あれが今 TVer で放送されてるんですよ、やってんだ。そう、それ見てて、で私がだって小学校5年生か4年生の時にやってたドラマなんで、もう全くバスケの場の字も知らない時に、そのドラマを見てたんですけど、今見ると、もう本当始まって、そのドラマの最初の第1話のスタートが、あのブレックスとの試合なんですよ。おお、あ、そうなの。そう、ヤマピーのチームとブレックスっていう、まあ、今宇都宮、当時栃木かな、のチームとの対戦で、で、知ってるってなって本当のバスケチームとやってたんだ、これ知らなかった。あ、それ俺も知らなかったわ。あ、そうなんだ。で第2話で、東京アパッチ、今のアルバルク東京ですね、でそこの選手との試合があって、でちょっと調べたらどうやら本当の選手たちもその収録に参加してたみたいで、で知ってる選手いたりしないかなと思って、こう血まなこになって見てたんですよ、選手の名前とかを。でそしたら、あのユニフォームで情報って出てきて、情報選手、え、知ってると思って、情報選手っているよね、え、知ってると思って調べたんですよ、でそしたらちょうどもう私が青森にいた時に、青森ワッツと結構いい争いをしていた、東京アースフレンド Z っていうチームにいた情報選手、もともとはそのやっぱその年齢を重ねて B2 にいたけど、もともとはもう B1 でゴリゴリ、 B1 じゃないか、 B リーグになる前か、なる前だね、そう、強いチームでゴリゴリやってたっていう。へー、こんな話でいいの今日。まあいいか、もうバスケどっぷりだって、この話できないもんね、てっちゃん相手だと、ね、そう、すいません、こんななんか好きなことだけしか喋りません。いや俺もうまだ話したかったもん。あ、本当ですか。あ、じゃあちょっとこの後私のバスケカード見てください集めてあんのよアプリでバスケカードってなって集めてる、めちゃくちゃいいカード揃ってきたんで、ちょっとこの後自慢させてください。はい、わかりました、ありがとうございます。すいません、こんなお付き合いいただきましてありがとうございました。あの一応お知らせとして、私やってます、あのゴゴボだけでも、3時のドリルというコーナーで、ポッドキャスト上げておりますので、もしよかったら聞いていただけたら嬉しいなと思います、この同じアプリからゴゴボだけと検索すれば、モンドさんの方も聞けますから、お願いします。はい、皆さんぜひこちらもどうぞ。ということで SBS ラジオ鉄崎美希人のわさび、ポッドキャスト専用特別プログラム、堀葵の掘り出しトーク、今日はこれにておしまいです。30回記念、モンドさんありがとうございました。次回もお楽しみに。